シベリアシベリアとは、羊羹、または、小豆のあんこをカステーラに挟み込んだ、日本の菓子である。シベリアと表記される場合もある。また、羊羹カステラと称して販売している製造者もある。羊羹や小豆あんは、サンドイッチのように、スライスしてカステラに挟み込んでいるのではなく、トレイにカステラを敷いてから溶けた状態で流し込み、さらにその上にカステラをかぶせるので、 羊羹とカステラが癒着しているのが大きな特徴である。自前でカステラを製造したり、小豆、寒天を煮て羊羹を作るところから始めなければならず、製造に費用がかかる。したがって、多種多様な食品が登場し、需要が少なくなった現在は、数少ない製造者が製造している状況にある。このカステラで挟んでいる部分は、ゲル状のあんこであったり、 寒天で固めた洋羹そのものであったり、製法に関しては菓子店によってまちまちである。洋羹の色も茶色、緑色、赤色などの違いがあり、カステラの総数も2層、3層、4層などの違いがある。食品分類上も養成菓子だったり、数お菓子もしくは洋菓子、和菓子だったりするなど、これも製造元や成分により多様である。 首都圏を中心とした東日本と中部地方では広まっており近畿以西の西日本ではあまり馴染みがないと言われているが高知県では地元メーカーが作っており山崎製パンのものも含めてスーパーマーケットなどで幅広く売られているまれに地方菓子として中部地方で作られたものが販売されておりカットのサイズも一口で食べられる小さいものが多い写真のように 四角くカットされるものもあれば、サンドイッチのように直角三角形にカットされるものもある。現在では、山崎製パン、駆動パンと大,大手製、パン会社からも販売されているが、出荷は東日本に偏る傾向がある。シベリア冷蔵庫の普及していない時代、ひんやりとした食感と涼しげな名前が好まれ、昭和初期には子供たちが食べたいお菓子ナンバーワンであったと。 伝えられているが、発祥地から考案者名称由来、食品分類に至るまで、未だ正式な解明がなされていない。ただ、かなり古い歴史があるようで、1916年創業の横浜の固定ベーカリーによれば、誕生は明治後半から大正初期頃で、当時はどこのパン屋でも製造していたとの記録がある。固定ベーカリーでは、大正5年の創業以来、 シベリアの製法を変えていない。古川六パの著書、六パの非食器の一節、カンハナ話九代には、六パが旧制和瀬田中学に在籍していた頃、ほとんど毎日通ったミルクホールの思い出話が書かれている。それによれば、ミルクホールのガラス機に入っているケーキは、シベリアと称するカステラの間に白い洋館を挟んだ三角形のものとある。 大正時代のことである。また、農文教館の聞き書き東京の食事には、シベリアとミルクコーヒーのカラー写真が掲載され、本文、日本橋人形町ハイカラ女学生の式と、食べ物では、1930年頃の話として、ミルクホールでミルクコーヒーを飲みながら、シベリアを食べるのが好きだとあり、こちらでは、シベリアはカステラにあんこを挟んだものであるとの記述がある。 いつどこの店が最初に売り出したかはともかく、東京や横浜といった関東の都市部でかなり早くから食べられていたようである。シベリアを考案した人物は不明であり、関東以外の地方や外国にも同種の菓子の存在は認められない。もちろん、東アジアで多用される小豆のあんこを使っているため、ロシアのシベリア地方が発祥ではないことは明らかである。名称の由来に関しては、 諸説あるが、特によく聞かれる説は、洋館をシベリアの永久凍土に見立てたという説、カステラの部分を表現に、洋館の部分をシベリア鉄道の線路に見立てたという説、シベリア出兵にちなんだものだからという説、日露戦争に従軍していた菓子職人が考案した説等である。一説には、愛媛県松山市のタルトを庶民化させたもの、とも言われている。 タルトにより近いものとして洋館カステラと呼ばれるものの中には巻き寿司のように中心に洋館を巻いたものもある。2013年にヒットしたアニメーション映画風立ちぬの劇中にシベリアが登場したことで昔懐かしい歌詞として注目を集めた。2020年佐賀県の老舗和菓子店の村岡総本舗が三越伊勢丹のバイヤーの提案、協力で 丸型シベリアなどを開発、通信販売をしている。ありがとうございます。